73枚あるんですけども、皆さんご覧ください。日付を12月2日から12月3日になってしまいました。昨日ゲームキャプチャーがなかなか繋がらなくて、日付をね、ゲームキャプチャーが直ったことで安心して日付を戻すのを忘れてしまいました。なのでここから出るとまずい気がするんですよ。まだ5時のアナウンス聞いてないから。なので島で放置されてたから、今はまだ住民多分大丈夫だと思うんだよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 人ギリギリセーフ、まだセーフなんで、このままちょっと73枚しかないけど、とりあえず73連はここから出ないで行こうと思います。今日付戻しても多分更新されないよね。なのでこのまま行こうと思います。とりあえず73回は大丈夫なんで、いきます。フリルを探して、まあ、全部の日数探せばね、合わせればもっとなんだけども。お、誰だ、大工じゃないな、岩鉄。息切れたわ。MVP だったよ。今日の一人目は MVP の岩鉄さんです。いやー、焦った、マジで。終わったかと思った。俺、島から戻ったら日付変わるとかないよね。ちっぽい、これ。マイル旅行券選める。よかったー、いけるぞ、みんな。とりあえず73回は確定でできるわ。危ねえ、マジで。そう、今日もう今日出すしかねえ。今日蟹座1位だった。俺蟹座なんで、それはこっちに風向きが来てるかもしれない。今しかねえ。73でフリルとドレミも出さないとやばいんだよ。うわ、お、誰？カルロス？確かにブラジルっぽいな、なんか服装が。羊だ。でもあーしんど、今日の俺の朝やん。おっ、ツンドラだ。おえ、狼文次郎すごいな。お、2号じゃん。久しぶりに見たな、2号。かわいいな、その出っ歯。あ、これは違うんかよ。フリルだと思うだろ、こんな黒っぽくて白いの。んだよ、フリルと思ったのに。ついに、マジかよ。これフリルじゃなかったらどれフリルやねん。もう やばい、あと1枚で73回です。これでどうしよう。それででも旅行行ける。いや、一応ね、ここから島に出て誰も引っ越してこなかったらあと27回して100枚いけます。逆にもうこれで誰も引っ越してこなかった場合は、俺日付戻しても一緒だから、一回引っ越してこなかったらそのままもう一回12月3日を永遠と繰り返す。誰これ、スワンソンだ。これでフリルが引っ越してくる。いや、そんな展開はないでしょ、さすがに。引っ越してきてもらったら困るんだよ、しかも。ドレミを連れてこれなくなっちゃう。行きます。じゃあ一回出るよ、ここから。出るね。
アナウンス入るよ。頼むから引っ越してくんだよ。頼む。引っ越してこないで、お願い。あーやばい、怖い。皆さんこんにちは。ただいまの週一なめじまの時刻は12月3日金曜日の午後0時9分です。はい、今日じゃんこれ、リアルタイムやん。まあ1年後だけど、今日は特にお知らせはありません。よっしゃー、セーフ。待って、あああ、やばくない？やばくない？え？鳥肌立ったんだけど、こんなことあんの？バケモンやん。嘘でしょ。カニザパワー持ってんだこれは。これはやばい。じゃあガチで運が良かったってこと？これめちゃめちゃに運が良かったってこと？しかもフリルの家どんだけ豪華やねん。見た目やばくない？一人だけ豪華やん家が。メンバーぜひね、メンバー登録よろしくお願いします。これはやばい。めちゃめちゃなんかゴスロリみたいな感じやん。俺が想像してたこと全然違え。俺と同じ紫の服装だし、まつげがすごいな。